Adobe Creative Cloud のライセンスに関するトラブル全般の対処についてご紹介します。5. 証明書の削除。Adobe Intermediate CA 証明書と Adobe コンテント証明書を削除する。ご使用の OS が Windows の場合、Windows キープラス R キーを同時に押し、ファイル名を指定して実行のダイアログボックスを開きます。名前に Cert Manager MSC と入力し、OK をクリックします。証明書マネージャーが開きます。Adobe Cert Store を展開し、証明書をクリックします。証明書のリストの Adobe Intermediate CA と Adobe コンテントで始まる証明書をすべて削除します。はいをクリックします。同様に個人を展開し証明書をクリックします。Adobe Intermediate CA と Adobe コンテントで始まる証明書をすべて削除します。はいをクリックします。メニューバーからファイルを選択、終了をクリックします。アプリを再起動します。ご使用の OS が MacOS の場合、コマンドキーとスペースキーを同時に押して、スポットライトを開き、キーチェーンアクセスと入力し、エンターキーを押します。キーチェーンアクセスを開くをクリック。パスワードを入力して、OK をクリックします。キーチェーンアクセスウィンドウが開きます。サイドバーのログインをクリックします。検索バーで Adobe Intermediate CA と入力し、表示された Adobe 関連の証明書を削除します。削除をクリックします。同様に検索バーで Adobe コンテントと入力し、表示された Adobe 関連の証明書を削除します。削除をクリックします。メニューバーのキーチェーンアクセスを選択し、キーチェーンアクセスを終了をクリックします。アプリを再起動します。Adobe ユーザー証明書と Adobe アプリケーション証明書を削除する。ご使用の OS が Windows の場合、スタートボタンをクリックし、検索バーから資格情報と入力し、資格情報マネージャーをクリックします。Windows 資格情報をクリックし、選択します。Adobe アプリ、Adobe ユーザーで始まるすべての証明書を削除します。はいをクリックします。右上の閉じるをクリックし、終了します。アプリを再起動します。ご使用の OS が MacOS の場合、コマンドキーとスペースキーを同時に押して、スポットライトを開き、キーチェーンアクセスと入力し、エンターキーを押します。キーチェーンアクセスを開くをクリック。パスワードを入力して、OK をクリックします。キーチェーンアクセスウィンドウが開きます。サイドバーのログインを選択し、秘密メモをクリックします。検索バーで、Adobe ユーザーと入力し、表示された Adobe 関連の証明書を削除します。削除をクリックします。同様に、検索バーで Adobe アプリと入力し、表示された Adobe 関連の証明書を削除します。削除をクリックします。メニューバーのキーチェーンアクセスを選択し、キーチェーンアクセスを終了をクリックします。アプリを再起動します。これで証明書の削除が完了しました。次の動画では、6. クリエイティブクラウドデスクトップアプリの再インストールの手順をご案内します。